こんにちは、ヤコペッティです。お盆休みを利用して山形に行ってきました。僕は山形出身なんですが、お盆の墓参りという目的の他に、今回はですね、板金屋のマスターである秋葉仁さんと水戸の千恵さんが一緒ということでですね、山形で YouTube をやってらっしゃいますイノチャンネルのイノさんに会ってきました。それではその時の様子をどうぞ。乾杯したいと思います。それでは乾杯。これはやばいっすよ。いただきます。ストライクリーン。はい、だしきゅうりを食べれないちえちゃんが挑戦です。どうぞ。再紹介してください、皆さんに。はい、お願いします。再紹介します、はい、こちらが真ん中、秋葉さん、はい、そしてそのこれもするか、コベッティさん、しないよ。そしてすみません、私です。そして、肝心のマカオさん。めっちゃちっちゃい。ちっちゃ。なんかでも一番美味しいとこ持ってたから。これある意味正解です。正解だよね。模範解答。このマクオさん最低。全員分を書いたみたいな雰囲気になっちゃった。記憶だけで書いてみようということで、今ですね、このミノさん軍団とそれからアギバイカと、全員書きました。今回のお題は瀬戸康史です。やってるやつ。結構切り替えたのかなっていうのは。もうアンチが増え始めるんですよ。そうですね、最近は私も止めてきて。登録今1400ちょっとぐらい。あ、でもでも、はい、一見ずーっと低評価、コメントないんですけど、低評価ずーっとつくんで、なんか低評価つくのがちょっと面白い。チャンネル登録はこのボタンをクリックするか、下のチャンネル登録ボタンをクリックしてください。これ動画です。なんで動画なんだ。映ってる映ってる。動画だったの。マジでこのチャンネル登録してね。もう一回開けることお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。 YouTube 以外にも、ツイキャスや Facebook や Twitter なんかでですね、イノさんとはコミュニケーションを取っていたんですけれども、実際会って話してみて改めて面白い人だなというふうに感じました。お土産までいただいて本当にありがたかったです。これからも素敵なお父さんとして、そして素敵な上司として頑張りながら YouTube でもますます活躍されますよう応援しています。そしてリアルイノ軍団のヨーク TV さん、肉がパクさん、ママッツさんに、ミーハンさん、お会いできて大変嬉しかったです。そして一緒に楽しく過ごすことができて本当にありがとうございました。またね、山形に帰った際はですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今回は本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。それではまたねー。